皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。ラウドネスのクレイジードクターを一緒に練習しちゃうじゃねえかワオという動画の3本目の動画でございまして、 B メロとサビの部分をまとめてベベッとやってしまおうと思います。まずはいつも通りちょっと弾いてみますね。こんな感じでございます。 B メロからレッツトライいきます。1,2,3,4。こんな感じの、フレーズでございます。まず B メロからいきましょう。まあ本当はね、これこんなにガツガツ歪ませてるわけじゃなくて、そのクリーントーンでいかなきゃいけないんだけども、ちょっとまあ音色切り替えられる人はクリーントーンにしていただいて、音色切り替えるのが難しい人はちょっと軽くブリッジメント気味に弾くと、まあ弦の弾き分けが分かりやすいかなと思います。まず中指が4弦の2フレットで、薬指が5弦の3フレット、この2本を押さえたら、押さえっぱなしでアルペジオをしていきます。5432、5432と、で5432343です。5432343。こんな感じ、ベレペペンペペペン。でこれを、もう一回繰り返します。2セット。ですごくシンプルでございまして、このまま次中指と薬指をそのままにフレット上げるじゃないですか。5,4に指を置くってことですね。でこの状態で右手のピッキングが全く同じことをします。つなげると5,4,3,2,3,4,3,5,4,3,2,3,4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 ,3,
リフとか A メロとか比べるとなんかすごいシンプルですねなんか安心する感じがあります。でその次5弦の開放と人差し指で4弦の2フレット5弦の開放と人差し指で4弦の2フレットのパワーコードをビャーンと弾きます。ビャーンで中指で6弦の3フレットでこのビャーブをビャーブをビャーブ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 みたいな感じで5ビャーブします。ビャーブ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 5ビャーブビャーブで5回目の時はちょっとリズムが変わってビャーブ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 って感じになります。こんな感じビャーブ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 でその次、似たような感じなんですけれども人差し指で5弦の2フレットで小指で4弦の4フレット24のパワーコードということですね。でこの24のパワーコード弾いたら5弦の開放でビャーブ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 4ビャーブ4ビャーブします。ビャーブこんな感じで4ビャーブしたら5弦が234単を弾きます。4ビャーブ1ビャ2ビャ3ビャ4ビャ4ビャこんな感じです。これが B メロ。めっちゃシンプルじゃない？ちょっとゆっくり弾きますね。頭から1,2,3,4 こんな感じです。でその次サビなんですけども、このサビも非常にシンプルでございまして、人差し指が7級のパワーコードですね。もうめちゃめちゃおなじみで、もう何回も何回も出てきたこの7級のパワーコード。こっから人差し指が7,5,3,5 順番に鳴らしていきます。こんな感じで、しかしこの後がめっちゃむずい。この後がめっちゃむずい。こ
こんな感じ。途中の A メロの最後、2回目の時にあったさ、これとね、かなり似てます。行ってみましょう。まずですね、この指の形を覚えたいです。人差し指がね、3弦の5フレット。で、薬指が4弦の7フレット。7フレット、5フレット。これです。6弦のブリッジメートはブン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 とたくさん入れていくんだけど、まずこの指の形を覚えましょう。まずこの5、7。まずここ。で、その次、2フレットずらして、9、7に行きます。で、その次、人差し指が4弦の、3弦だ、ごめんなさい。3弦の4フレットに行って、中指で5弦の、4弦の5フレット。4弦の5フレット。3弦の4フレットと、4弦の5フレット。3つつなげると、ぴょんぴょんぴょん。こんな感じです。人差し指が574といくわけですね。574で続きまた5に戻ります。5でこの形のままブーッと24までずらして、人差し指が3弦の 4フレットで、薬指が4弦の4フレット。54つなげると574525742。でこれを6弦の開放を2回弾いて、それぞれの音の合間に6弦を挟んでいきます。こんな感じ。まず2回6弦開放弾きます。でさっきの574とかの合間に6弦の開放ブリッジミュートを入れると、で最後にパワーコード入ります。人差し指で5弦の5フレット、小指で4弦の7フレット。人差し指がゴーと弾いたらまたスライドで9までいきます。つなげるとギャーギャー、こんな感じです。ここめっちゃむずい。ここめっちゃむずい。僕も初めてこの曲をコピーした中学校2年生の時にね、ここの部分がねめっちゃむずくねっつって、すげえ戸惑った部分があるんですけども、多分皆さんも戸惑ってると思います。めっちゃむずくねっつって、これをね頑張って乗り越えるわけでございますよ。頑張って練習してくださいませ。でちょっと続きに行くと、そこまで弾いたらまたパワーコードの戻ります。でまた同じで、また同じのを繰り返すと、こんな感じです。ほとんど繰り返し。ちょっとサビのところゆっくりやってみますね。1、2、3、4、もう一回。こんな感じです。これがサビのパターンです。どうでしょうか。まあ単純に難しいと思いますが、頑張って練習していただけたら嬉しいです。それでは最後に B メロからサビまでまとめてゆっくり弾いてみたいと思います。ちょっと確認してみてください。いきます。1,2,3,4
でいくとギターソロって感じなんですけれども、いかがだったでしょうか。まあね、リフからスタートして A メロからスタートして B メロサビと、なかなかね、初心者の方にとってもね結構手強いフレーズだと思うんですけれども、もうブリッジメイトの練習にねすごくいいので頑張って練習してみてください。で、一応ソロの部分はですね、そのすっ飛ばしていこうと思うんで、とりあえずここで一旦その完成としたいところなんですけども、もしコメントでね、そのソロの部分やってほしいみたいな、そういったリクエストがありましたら、続きもやってみようかなと思いますので、もしよければ皆様のご感想とかご意見とかをいただけたら嬉しいなと思います。そんな感じでしょうか。じゃあ、ちょっと3本の動画続けると、なかなかいい長さになったと思うんですけども、皆様、最後までお疲れ様でございます。あとはね、できるようになるまで、上手になるまで、頑張って、皆さんに練習していただくことが大事なので、めげずに、コツコツとやってみていただけたら幸いでございます。で、2本目の動画でね、ちょっとお知らせした通り、一応、まあ、楽譜あるっちゃあるんだけど、別になくても大丈夫だと思いますので、まあ、本当無理せずに、もしご希望でしたら、ご検討いただけたら嬉しいなと思います。それでは、そんな感じで、今回の動画は一通り、とりあえず一旦終わりとさせていただきましょう。ぜひご感想ご意見コメントしていただけたら幸いでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあねー。